組み立てもしっかりして、その通りに運べたので良かったです。で、2走目のようにその1回突っ張ってまた来て、いろんな対応もすごく冷静というか自然な形で、そうですね、まあ、なんか自信持って、作戦通りには走れてるような感じはあるんですけど、出が悪いです、はい、そこはちょっと不満があるところ、まあ、タイミングも無理やりだったんで、あれですけど、もうちょっとスパッと行きたいですね。実の共同とこの富戸新の杯と、まあ、大きいところ決勝を乗ってきた中で、この競輪祭に向けてというのは、そうですね、まあ、向けてというか、結局そのナショナルチームでの練習なので、少し追い込んで入ってきた部分もあるんですけど、まあ、なんか仕上がり的にはその新の杯とかと同じくらいなのかなと思います。うん、もちろんここで優勝を目指すことと、ちょっと一つ気になるやっぱり全日本トラックも控えててというのは、頭の中には、そうですね、まあ、そっちのことも考えてますし、まあ、その前にこっちでしっかり結果出せれば、気持ち、なんですか、モチベーション高いまま臨めるので、しっかりと結果を出したいですね。先ほどちょっと見てて、やっぱ太ももの大きくなった感じというのがすごくあって、なんですかね、ナショナルのトレーニングの、まあ、トレーニング機じゃないですけど、今大きくするような、感じのトレーニングなので、まあ、狙い通りで大きくなってて、嬉しいですね。もう少しすると新田さんみたいにバキバキにこうなってくる感じがあれは多分あと5年くらい鍛え続けたらなるんじゃないですかね。多分それに耐えられる、本当に地金というか体が、もうみんな体壊してるけど、新田さんが体壊してるの見たことないですから、人間強度が高いですねそこも高めていけるよ、ね、そうですね、はい、鍛えられていきます。じゃあ、まあ、準決勝にまず向けて新田さんクリアできる、頑張って、はい、頑張ります。